目指せ年内チャンネル登録者10万人。はい、125モトロール、お腹激わライダーの車&バイク情報局です。今回はですね、速報です。祝新型ダックス125正式発売決定です。発売延期になってたダックス125なんですけど、2022年8月23日にホンダのホームページで正式に発売決定の発表がありました。2022年9月22日に据え置き44万円で発売決定です。最後までご視聴いただきありがとうございました。というのはちょっと尺が短すぎるんで、ここからはダックス125が正式発売になるんで、ちょっと記念に歴代ダックスについて見ていきたいと思います。最後までよろしくお願いいたします。1969年にモンキーに続くレジャーバイクとして誕生。排気量は 50cc と 70cc で3速自動遠心クラッチでした。車載性も考慮して折りたたみハンドルを装備しています。同年 SD エクスポート発売。通称3型は1971年の追加モデルです。1972年通称4型スポーツを追加。1972年マイティダックス誕生。1973年ノーティーダックス誕生。1978年通称6型または7型を追加。再販を望む声に応える形で14年ぶりに復活した初代デザインのダックスです。以上で歴代ダックスの紹介を終わります。今年の9月22日ダックス125、いよいよ23年ぶりに復活なんで楽しみですね。値段が44万円です。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。また次回までお楽しみに。